今回は、ベビーファイブのあのエグすぎる展開に対する読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。ここほんまホラー。ここ見た瞬間に若の株大暴落したわ。育て方間違えたかな。俺のために死ねるような教育を限界まで施された結果なんじゃないかと思う。いい旦那が見つかってよかった。都合がいいから強制しようとしなかったんだろうな。ほんまに、お嫁さんに行けてよかった。祝儀包んどくね。新規だけどベビーファイブとっても好き。こっからの際がめちゃくちゃかっこよいんだよな。こんなん惚れない方がおかしい。便利って言われたら泣くくらいの精神はしっかりとあったんだよな。ラオジーマジ先輩。誰かに必要とされたいだけで使われたいわけじゃないからね。ラオジーの言葉はベビーファイブの境遇とその部分を指した際の逆鱗に触れた。替えが利くなら本質的に必要じゃないから、脳筋 G、知力も積み立てておけばこの悲劇は避けられたんだろうか。根底のファミリーに対する認識が食い違ってるのはどうしようもないし遅かれ早かれこうなってたんじゃねえかな。偶然最悪で最高のタイミングにはなってしまったが、事情を察してかけた言葉が慰めたり諭したりするわけでもなく、ベビーファイブの人生丸ごと引き受ける覚悟で手を差し伸べるって宣言なのが想像もできなかったくらいの男前。恋落ちと書いて脱落と読むの好き。女キャラにはなんやかんや9歳あるよな。なお男、モネは救われましたか？見た目が人間を外れたらもう違うんだろう。多分きっとお前それ幸せに過ごしてる猿山連合見ても言えんの？手が羽になったりしてたっけ？思い切った顔で生きてるよ。人類だバカ野郎。あいつら20代だと知った時は嘘だろとなった。ファミリーにも愛はあったんや。一応ラオジー死なないでこんな便利な女他におるか。家族と思ってたのはベビーファイブだけと一言で知らされるえぐい展開からの、勝ったら俺が妻にもらうぞ。あの場にドフラがいたら切り捨て発言なんかしないし、じいさんを叱ってただろうから離脱はなかったと思う。なんだかんだ悪い男に騙されたら、その男を町ごと滅ぼしてくるあたりドフラミンゴはベビーファイブのこと妹くらいに思ってたのかな。これもしかしたらローもこうなってたんかな。実の家族に恵まれてたから、ここまで洗脳するのは無理だろ。ここから、ラオジー、討伐までの流れが本当に最高。末長く幸せになってくれ。八方水軍は人格、実力どもに最高の後継ぎに恵まれてんなよかったな。元ドン陳情。サイがベビーファイブの環境に起これる、当たり陳情が親としてできた人だった気もする。自分の頭をへし折られた時に涙流して成長を喜んでたシーンが好きだ。まあ、まともな愛があったらサイの言う通り、自己犠牲的な生き方は間違ってると言われて育つはずなので、悪癖を心配したり怒ったり強制しようとするよね。それをしなかったというのは便利だったから。家族には死んでほしくないのが普通だもんな。うん、ベビーファイブは知女とか尻軽じゃなくて自分を必要としてくれる男性に尽くすタイプだから、サイとそりゃうまくやってくんだろうなって。好きな食べ物、愛妻弁当の男だ。面構えが違う。こんなん俺でも惚れるわ。いいですよね。偽物の家族をぶち壊して本当の家族になってくれる夫。便利は、ひでえよ便利は、普段から思ってるから出るんだろうけどもさ。妻なんか誰でもいいみたいなスタンスだった男の好物が愛妻弁当だと判明するのええよね。サイの言い名付けかわいそうだなと思ってたら男何人もはべらせてるのが分かったのも良いオチだと思う。でもちゃんと報いを受けるサイ大好き。ボコボコにされるの分かってて、ベビーファイブと結婚するために受け入れてるの男や、ベビーファイブに手を出さないで、サイだけをボコったウホリシアも良いやつだな。本人ぶちのめしてはい終わりってのは、結構穏やかに収めた方だと思うわ。何かしら、落とし前はつけないと収まりはつかないけど、二方と八方での圧力は避けたいし、結果的に不義理を働く以上は、落とし前をつけねばならないのを重々理解した上で、殴り倒された夫へ、涙、ながらにすがりつくしきっと献身的に治療してあげたんだろうなって想像できる感じが、なんというかこう、とても強い、幸せになれ、ウホリシア強くない？愛ある拳だぞ。ここで武装色まとって、聞かないねえされたらドン引き出し、これマジでベビーファイブよかったな。サイにとって奥さんはベビーファイブだけってのが良い。嫁は数えてなんぼみたいなとこあっても全然許されそうな立場なのにな。2年後始まってから一番好きな女の子キャラ、ベビーファイブの愛妻弁当めちゃくちゃうまそう。ツッコミもしてくれる優しい家族です。そういえばベビーファイブの本名って何なんだろう。ローの過去編を見る限り本名はあって、ベビーファイブはコードネームって感じだったけど、ベビーファイブってコードネーム自体ダファミリーと比較しても道具よりの名前だよね。若い女性には無論人間につけるネームから明らかに離れてる。流れ着いた腰にベビー123と順番に番号割り振ってたまたまファミリーで生き残ったのがベビーファイブだけだった。みたいな感じかね。婚約者云々の話は面白い女ぐらいにしか思わなかったけど、プロペラの人にお金貸していって言われてからの、いいよ、ってこの人やばいになった。
ベンリーの表情が絶妙なんだよな。道具扱いを望んでるわけじゃないって悲しさと、必要とされた嬉しさが同時に現れてる感じ。ベリーファイブは他の大人女性キャラと比べて表情、特に笑顔があどけないと感じるから、ベンリーが余計痛ましく感じる。素敵なお婿さんと一緒になれてよかったな。なんて幸せ、死ぬことですら役に立つなんて、うわ。ってなったわ。そういえば、モネとベルゴは外で仕事して気を張ってたからまともな外見だった。他のメンツはドレスローザに引きこもってたから堕落した見た目になったって考察をたびたび見るが、ベリーファイブは必要とされたら全力全開になるからまともな外見を維持できたのかな。サイならきっとベリーファイブのメッシュ暴行というか自己犠牲精神を受け止めつつ、そんなことしなくていいと少しずつ教えてくれる気がする。ドフ的にはファミリーはそれなりに大事だし、ドフがいたらラオジーもそこまで本音は言わないだろう。一方ドフが死んでくれと言ったら死ぬのがファミリーというのも事実。死んでくれと言ったら死ぬのがファミリー、そんなの家族じゃないよな。マフィア的な意味のファミリーならまあそうだなってなるけど、ドフラミンゴ家族的な意味として使ってるからな。これラオジーにも全く悪気がないから、ラオジー本人もこういう気持ちでドフラミンゴに仕えてるってわけなんだよな。ぶっちゃけドフラミンゴもそれを当然としてるから、本当いびつな家族愛。ベビーファイブはまだそこまでついていけてなかったっていう。必要とされたいのために身を粉にしてたわけだから、何もしなくても必要とされるならそっちの方がもちろんいいに決まってるよな。何か育った家庭環境が想像つく。自分のために死んでくれそうな子を見つけてファミリーに入れるのはうまいよな。ローは的外れだったけど、ベビーファイブは親に捨てられてるから家族ごっこはドンピシャで胸に来たろ。逆に出すやんは何なんだよあいつ。ベビーファイブに借金させて金借りてるから、あいつほんま人情ない。読み返したら結構忠義心強くてかっこよかったぞ。何かの役に立たなくても誰かに褒められなくても普通は幸せに生きててほしいような家族には、地獄みてえなファミリー、ファミリーバーガー並みの地獄。ラオジーも一応トレーボルにほだされた時にやめんかっていうくらいには仲間だとは思ってるんだろうけど、そもそも便利な女発言自体も別にラオジー的には悪い意味で使ってないんだよなきっと。そういうのがドフラミンゴファミリーの家族愛だと本気で思ってるから、失敗は許すが裏切りは許さないって方針がまさにそれなんだろうな。だから仲良く見えるようで実際は離れることができないかせ、ドフラミンゴも自分に命がけで尽くしてくれるのが本当の家族、可愛い奴らだから大事にするって考えてそうだしな。便利とは思ってないだろうけど完全に価値観歪んでる。ベビーファイブはこのままサイの包容力にメロメロになって自然に頼ることを覚えていけばいいと思うよ。一生イチャイチャしてろ。役に立たない、お前はいらない、こと捨てられた子に役に立つことを求めるのは愛なわけないな。妻とは言ったけどしばらくは海賊団総出で子供みたいな扱いになりそう感ある。まずメンタルケアからしなきゃだもんな。少しずつサイにわがまま言えるようになるといいな。早く帰ってこいとか買い物付き合ってとか、というかファミリーの理想の子育てがバッファローとデリンジャーゼローもああなる予定だったんだろうな。自己肯定感がそこだから都合よく利用されることを愛と思い込む人間はリアルにもいるんだ。見返りのいらない愛を注いでくれる際かっこよすぎる。見てえ際と共闘した際に武器に変身した自分を使えばいいっていうベビーファイブに、妻を使う夫がどこにいるやい、たとえ死んでもお前を守ってやるって言われてメロメロになるベビーファイブが見てえ。そもそも足でローザン割れる男だから剣とか銃とかまどろっこしそうだしな。ほんといい旦那見つけたよ。そう考えるとベビーファイブはサイにとって全然役に立つ女じゃないんだな。役に立たなくても便利じゃなくても愛されるという唐突な展開だと思ってたけど、すごい最善の夫を見つけている。お前がここにいてくれるだけで幸せとか下手に言ったらどう超えた多幸感と恐怖で自殺しかねん危うさがある。どういう精神状態だよ。心が傷つきすぎると褒め言葉でさえ受け取れなくなることはあるんだ。飢餓状態で内臓ボロボロの時に山盛りのご飯を胃に突っ込むようなもんなんだ。ドフ君さ、まああいつに人の育て方とかわかるわけないわな。父親殺してるのに便利な女扱いはサイにも刺さったんだろうな。というかベビーファイブ自身が突き刺さったというか、こっちも陳情が引退した割には結婚のことまで口出しててサイも面倒だから反抗せずに言うこと聞いててドンを名乗れてないけど、別にそれでいいわってなってたわけで、だからこそドンと呼べ合いがかっこいい。唐突なカップリングなのにあまりにもサイがかっこよすぎてすぐ受け入れられる。見た目はお世辞にもイケメンとは言えないのに、それ以外の構成要素が男前すぎる。いい孫を持ったなマジで。なんで鬼滅のルエといい家族コンプこじらせた奴は、家族は自分のために死んでくれるっていう考えに行き着くの。サイの喜怒哀楽の激しいって設定も愛の強さに説得力が出る。麦わら大戦団入りしてるのが嬉しい。再登場に期待。
1億近い借金あるけど、サイが返済してくれてそう。皮肉なことに、財宝いっぱい手に入ったからな。でも、孫夫婦の結婚資金だと思えば、陳情もニッコニコだと思うよ。この幸せそうな顔よ。永遠に爆発しろ。孫に囲まれて老衰でくたばれ、ウェディングドレスじゃなくて、民族衣装っぽい婚礼衣装いいね。何かモチーフとかあるのかな？牢に睨まれて泣くとこすき。あれ多分トラオも妹思い出しちゃって無意識にきつく当たってたんだろうな。ドレスローザは全体的に人の心ない。見てて悲しくなるタイプの抜けてる子だったから救われて本当によかった。仮にキャベツがサイと同じこと言ってても、ベビーファイブは救われど同じ印象にはならんかったんやろな。一番推したい夫婦だわ。幸せになれ。でも知らねえうちに新聞50社くらい取るから、そこら辺はマジで気をつけた方がいいぞ。根本的な対応せずに、都合よく搾取するドンキホーテファミリーにいたから、病的な、付け込まれやすさが悪化した感じもするし、サイの元で大切に扱われるようになったら、徐々に治りそうな気もする。もちろん周囲もちゃんと気を配って、注意してくれるだろうし、妊娠を機にタバコをやめて、サイに、最近タバコ吸ってないなと言われて、実は、ともじもじしながら、妊娠報告してほしい。最初は、陳情しか印象なかったけどあの1話で、サイの株が天井を突き抜けたわ。